はい、皆さんこんにちは、布ペンです。信長の野望大使やっていきますよ。いしょ、さあ長宗我部をね追い詰めてるとこです。わずか 1,2 年で四国の半分をね平らげてしまいました。で、今長宗我部の兵糧がだいぶ少ないので、まあ、5608しかいないから、もうこんだけ兵がいてももう全部出せないみたいなね、そんな感じだよ。よし、やっていきます。じゃあこの姫路城からちょっと兵もらいましょうか。じゃあ東堂高虎さん、この元山城へ向かってください。我に続け。さあ一気に長宗我部を片付けるぞ。はい、伊沢城落としましたね。ナイス伊沢さん。はい、捕獲したのはこの人。ああ、森近じゃん。まあまあ逃がしてあげるよ。はい、すまねえな。元近のあれだよね、後継ぎだよね。はい、行きます。で、引田城、はい、行きましょう。出陣します。当主はもう元近か、総大将。はい、報告いたします。あーよ、引田城まずがもう自殺さんで、兵糧が全くないんだ多分。はい、ほい、これで30日落ちるよ。で、光秀もついたね、お城。自動富士、じゃあ攻撃で。はい、さあ、あの手この手で長宗我部を攻略していくぞ。はい、春になった。で、9月になると兵糧が手に入るから、当家の不破光晴が山にかかった。マジか。報告いたします。先月の、なんとかならんのか。もらはい、平城も落とした。で、この辺一帯が我が城になったか、素晴らしい。じゃあ氏里さんはその足で、このなんて読むのかな、これはなんて読むのかな、高層城行ってみましょうか。参ります。ちょっとね、あの三井手が素通りしてしまったお城でございます。はい、進みます。さあ、でこっちにまた兵が、14,900 か。まずいな、まずいな。じゃあ手を打ちましょう。こっちそのまま行きましょうか。はい、進め。さあ行くぞ。はい、集結前の部隊に攻撃、はい、開始。じゃあ決戦の指揮を取ってカット。あれが長宗我部軍の脇坂安治。あー、名前聞いたことあんな。あ、15,000対1,600、ひどい。これはひどい。はい、壊滅でございます。ごめんね。いやいや、圧勝でございました。やりたい前。おーし、おーし、おーし、だいぶ戦も上手くなってきたな。破れし者は口に。勝ち方というのは分かってきた。はい、高層城にこもってたし、この城、もらい城兵が逃げたんだね。じゃあ次は行きます。じゃあ宇治里はこっち行きましょうか。いやー、ちょっと数が足りないな。じゃあこっち行きましょう。はい、後に続け。じゃあこっち行きましょうかね。はい、はい、古城戦の続きを。で、元屋城魔城もはい潰すよ。で、方位で33日か。いいね、いいね。はい、はい、岡豊城にこもってた敵が逃げた。素晴らしい。たわいもないものだ。捕獲したのはこの人。はい、なんて一方的な戦いなの。はいはい、かたじけない。さあ、じゃあ次は敵の数が多いとこあったよな、確か。こっち、こっちかな。じゃあこっちから落としていこうか。7300もいるから。はい、さあ早めに戦を終わらせないと。ちょっと一機とかも増えてきたな。は終えられぬな。はい、長宗我部が最後のわらがき。須崎城、はい、落としてくださいね。で、ここも方位が最善策か。はい、さあ早く壊して民を安心させたいわ。はい、四季名さんとワイロン勝ちはいけません。いや、ここはやろう。はい、1700対4400、やっぱカットしよう。これはちょっと一方的な戦いになる。はい、赤大、総大将が退いてったよ。オッケー。もう敵も兵糧がない中めっちゃ頑張ってるからな。はいよ。もうどうして長宗我部さんは私との同盟をやめてしまったの、それ聞きたいわ。はい、元山城落としたよ。もらい受けるぞ。捕獲したのはこの人か。はい、
で、処断するのは、まあまあまあ、誰もいない。かたじけない。じゃあ、東堂高虎さんは、ここ行きましょうか。久保川城、はい。出陣するぞ。さあ、こっちでも兵が集まってんな。はい、戦場狭く、勝敗の行方はわかりません。あ、マジか。うわ、向こうには1万6000もいる。よし、じゃあ、やりましょうか。やってやんじょよ。はい、読めない。わ、ウグイスの森の戦い。そんな名前でいいのかな？違うな、多分。はい、9500同士。やばい、語学の戦いだ。あ、でもなんか、部隊がめっちゃ少ない、向こう。じゃあ、作戦は、本陣切り込み。と、あと、全軍突撃でいこうか。で、軍施設は、まあ、あ、でも、あれだな。ちょっとこれ、作戦なしの、作戦、なし。で、サクサクサク。サクをたくさん作りまくろう。はい。で、サク、はい。どうしようか。はい。で、次は、沼。はい、沼。沼。オッケー。で、これで、じゃあ、本陣切り込みを、じゃあ、じゃあ一番元気そうな、はい、片桐さんに、お願いします。よし、回戦、ウィスの森の戦い、絶対陣地げよな。じゃあ、一回、はい、鉄砲隊を、前の方に。してもらおう。はいはい。なるべく離れて。始めるぞ。柵に近いと敵の攻撃が当たっちゃうから、はい、覚悟せよ。はい、こっちこっち。手を打ちましょう。覚悟せよ。さあ来てよ。覚悟しろ。はい、鉄砲始めよう。はい、潰しなさい。始めるぞ。覚悟しろ。さあ雨降ってないからどんどん行けるよ。はい、鉄砲手を打ちましょう。みんなで撃つんだ。撃ちまくれ。覚悟せよ。はい、ドン。前へ。はい、強撃校舎。さあめっちゃ食らうよ。強撃が入ってるよ。はい、おとり挑発戦法。かかってる、かかってないよね。切り込め。はははは。サクってかすごいね。やりたい。前へ。はい、鉄砲鉄砲。撃て撃て撃て。切り込め。さあまずはこの前こいつが挑発されてる。やりたい。はい、強撃校舎。我らが力示すは今。分かったね。しかも切り込みたいなやつだ。やりたい。前へ。こっち来なさい。さあ撃って撃って撃って、みんな撃ちなさい。覚悟せよ。さあこれで数はだいぶ私の方が上回ってるよ。前へ。はい、強撃は入ってないな。やりたい。前へ。ちょやめてやめてやめて、こっち戻りなさい。やりよ。こいつ戻ってこい。始めるぞ。今はその時じゃない。始めよ。でこっちも減らそうか。ごめん。はいはい、鉄砲。覚悟してもらおう。手を打ちましょう。はい、攻撃校舎。叩き潰せ。やばい、みんなだいぶ咲くから。さっきから近くなってるから、ちょっと下がりましょう。やりたい前へ。さあ沼に入ったよ、素晴らしい。さあ撃て撃て撃て、最大戦速。ここはあれだから、出口だから意味ないんだよ。やりたい。さあいいねいいね、いい感じでダメージ入ってる。はい、こっちも沼が入った、素晴らしい。やりたい。さあ撃て、だいぶ晴れてきた、ね、天が悪い味方してるぞ。我らが一軍見せてくれよ。あ、てか片桐さんもう14人しかいないじゃないですか。はい、我が刃。じゃあここで麒麟を発動しましょう。はい、みんなの攻撃力を上げるよ。いいぞいいぞ。やりたい。で数はもう私が勝ちまくってる。いいねいいね。やりたい。よしよしよし、いいぞいいぞ。はい、鉄砲。ゲチで、この辺から鉄砲、はい。はい、鉄砲。覚悟せよ。離れたところから鉄砲撃つよ。手を打ちましょう。
じゃあこう、こうやってこう、覚悟しろ、命令してくれ、命令してくれ、高山光さんはこっち、でこう覚悟しろ、よしよしよ、いいぞいいぞ、はい、挙撃して前、たくさん挙撃、やりたい前、はい、減らすぞ敵の数を、やりたい、いいぞいいぞ前、はい、回想した総大将が、さあもうここからもう総プレゼン、よしよしよ、いいねいいね、ナイス、やばい、四国平定が目の前、勝たねば生きる道はなし、二部隊しかいなかったんだもんな、それが乱世よ、はいよ、はい、ウグイスの森城にこもってた敵が逃げた、手段は、よしよしよし、オッケー、ちなみになんていう名前、ちょっとお城の名前見して、詐欺の森城ウグイスじゃねえじゃん、じゃあ次はこっち行きましょうか、はいはい、能島城にこもってた、はい、敵が逃げたね、捕獲したのはこの人、チラク面でなかなかいい人だね、はいはい、じゃあ初段したいね、ちなみにこれは何て読むんだ、野島城か、絶対初見で読めねえな、行きます、はい、ここも落ちたね、やばいやばいやばい、フィーバーしてる、城に向かえば落ちるぞ、はい、須崎城を兵糧攻めで落とした、ナイス、捕獲したのこの人、よしよしよし、なかなか有能な人、これは何城だろうな難しい字多いな、四国、じゃあ攻撃で26日落としてしまいなさい、はい、ここ落としたね、もらい受ける、はい、あー武器地獄だった、素晴らしい、じゃあ次は手を打ちましょう、こっちだな、大須城、大須城でいいのかな、進め、前進せよ、さあどん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 向かっていきましょうか、さっきの舞台が消えた、進みます、さあ落ちるのが目前だぞ、あ、当家の不破、水原が病を患というようです。ああ、さっきもあったな。始めましょう。え、一品か。よし、じゃあ、ズレズレグさん、いただきます。ありがとうございました。はい、で、ちょっと、大友家とも仲良くなっておこうか。はーい。じゃあ、秀吉、三谷にお願いします。かしこまりました。じゃあ、私たちは、長宗我部家の攻略を。続けていきましょう、もう虫の息ですよここまで来ると、はい、じゃあ方位で40日、はい、私たちの兵糧もちょっと切れるかもわからん、はい、大須城にこもってた敵が逃げた、ハスでもいたのに逃げたか、もらい受ける、本格的に兵糧ないんだな向こう、はい、オッケー、片付けない、ちなみに今兵糧はどんなもんだ向こうは、ゼロだ、もう戦えないんだ、わあ、かわいそうに。行きます。ちなみに、こっち行くにはどう行けばいいんだろうな。ってなると、あれ、どうやって向かえばいいんだ、こっち。あー、しまったどうしよう、どうしよう。あっち行けねえじゃん。もらい受ける。わ、行けねえんだ。この、大友家と仲良くならないとダメだ。出陣する。その間に島津か大友が長宗我部家へ攻めてきたらどうしよう、ちょっと怒るよそれは、はい、大森城も落ちた、すげえすごいぞ、で村上元吉もう落ちたか、はい、村上家の人なんだろうね、はい、じゃあ他の人たちは逃がしてあげよう、片付けない、だいぶ有能な人こっちに下ってるけどな、あーやっぱりな、大友と同盟組まないとこっち行けないな、あ、敵が撃ってできたか、シゲナザーとワイラの勝ちはいきません、いやここは指揮を取ろう、藤里お願いします、はい、佐竹チカダオ、はい、数は6500対5800か、まあまあ互角な戦い、でも敵の部隊数が少ない、じゃあここは本陣切り込み、
で、そうだな。じゃあ、星名さんにお願いします。なんか、星名さんに私、結構、切り込めたい、お願いすること。あ、しまった！あの、軍技力が、まだまだあったもん。佐竹さんは、彼かな？こいつか。よし。じゃあ、こっち行きましょう。で、星名さんもこっちね。始めるぞ。で、こっちは、我々が。ゲチよ。あ、でもちょっと数が圧倒的だな。ご命令よ。はい、じゃあ鉄砲。始めるぞ。みんな向こうに行こう。覚悟は良いか。はい、行くよ。さあ、頑張れ頑張れ。さあ、敵がそろそろ来るんじゃない？敵の色。ああ、こっち来たな。知れましたね。とりあえずこっち、こっち、こっち、こっち。始めよ。さあ、じゃあこう行きましょうか。始めるぞ。向こう強撃で倒そう。やりたい。はい、奇襲入った、強撃。いいね、いいね。いい感じよ。覚悟は良いか。いい感じ、いい感じ。あー、こっち奇襲か。鉄砲、鉄砲。あー、なるく。隙を見せたな。できれば、オシナさんこっち来てほしいんだけどな。始めるぞ。はい、作詞。これにて、幕とさせていただく。これビー！まずい。めっちゃ食らった。やりたい、前へ。ゲチ。雨が降ってきた。まずいな。ご命令よ。これで鉄砲が使えない。覚悟は良いか。ちょっとここ渋滞してんな。やりたい、前へ。さあ、じゃあこっち行って、で、叩き潰せ。強撃気味に行ってほしい。じゃあこっち行こう。始めよ。あっちはみんなが逃げ出してきた。やりたい、前へ。さあ、じゃあ本陣切り込み行くよ。 OK。 やりたい、向こうに大ダメージ入ってる。いいね、いいね。ごめん。はい、乱戦乱戦。覚悟は良いか。さあ、みるみる敵の数が減ってくよ。やりたい、前へ。いいぞいいぞ。何。さあ、もうあとは乱戦乱戦。作詞、これにて幕とさせていただく。はい、横槍入ってよ。前へ。はい、壊滅か。よーし。もはや四国を平定したあの力はないな。我が道を照らしている。四季もないしね、向こうは。四季って大事なんだ。立ちはだかるなら。はい、中村五条のさ。じゃあ、とりあえず藤里さんお疲れ様でした。帰りましょう。宿坊城にこもってた敵が逃げた。あーと、もらい受ける。簡単に落ちる。すまねえな。はい、じゃあ三井秀も騎乗しましょうか。私たちの兵糧もだいぶ少なくなってた。で、早めに大友と同盟を組んで、ここにいる長宗我部の残党を滅ぼしましょう。じゃあ、この今治証券を独占しましょうか。かしこまった。おーし、よし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 。ここの証券もいただきよ。これで私たちさすがに、あれだよね、勢力1じゃないかな、今。まだ2位か。まだ北条が1位なのか。まあ、こんだけ広いもんな、北条。やるな。すげえ。さあ、ここ落としてしまいましょう。はい、どうぞ。高虎が久保川城落としたよ。ナイス、四国全部ゲット。さあ、どうぞ高虎さんも帰ってください。お疲れ様でした。はい、大友と通商を結べる間がなりました。通商協定結びます。まずは通商協定。当家に従属している三木家ですが、家臣として取り込んではいかが。ああ、やっと家臣として頑張る気になったのね。おーし、よし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 。いいね、いいね。報告いたします。我が領地は増えた。やばいな、だいぶ、民中度が下がってきてる。早めに長宗我部との戦いを終わらせないといかん。やばいやばいやばい。で、ちゃんと証券の進出もやって。で、同盟組めるかな、今。まだ同盟は組めない。もうちょっと待て。ちょっと待って。いざ家康が首を取る。我、そう、じゃあ徳川家に味方します。待って待って、ちょっと今許さんことができる。あ、ほら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 、
これ待って、え、チチーシミゲルそんな名前の人がいるのか。ああ私の調査画面がふざけるなよ。あーと息が落ちてるこんだけ頑張って落とした調査画面がやばいやばいやばい。試合島津家と通常娘ら間がなりました。報告いたします。やばいやばいやばい。こらこらこら、はい、表情、これより表情を始める。そうだな、じゃあ農業、論議しようかな。はい、ピッカーはなしか。はい、これにて表情を終える。そうだな、できれば鉄砲台欲しいんだよな。商業はもうちょっと足りないか。あー捨てがまりとかあるな、結構いい。あ、民中上昇台、よしこれ取ろう。とりあえずこれでごまかそう。はい、オッケー。あー調査亀が持ってかれる。じゃあとりあえず岩皿だからコアでもしておこうか。かしこまった。うわーくそ横取りされた。ミゲル、ミゲルやめて北条と徳川が一切になりました。あー徳川勝つんだ、すげーな。いやーやばい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 、一気がめっちゃ落ちてるやばいな。あ、でも今回は1個だけだな。いいぞいいぞ。報告いたします。やっぱさっきの民中の大の工作が生きてるな。こっち行けねえかな。ちなみに同盟組める。組めないなぜだ。ちなみにこっちは同盟組める。組めない。うわー畜生取られるはい、承知した。我々も矛を収めるとしよう。タイも喜ぶである。クソタイ始末許さねえ。あーやられた始末に横取りされた泥棒猫始末。はい、調査亀家は始末によって滅ぼされました。さあとりあえずちょっと四国を取ったんだけど、大友と始末がどう出てくるかはわからん。なのでとりあえずちゃんと城の任命をしておこうか。誰にしようかな。統率が取れるのは、そうだな、この辺に任せてもいいかな。じゃあまずは村上武吉、そしてこっちにじゃあ久喜義高を置きましょうか。ここが海に上がるからね、海上戦になるかもしれない。なので置いときましょうか。はい、かしこまった。でこっちの能島城には誰を置きましょうかね。こっちは毛利が控えてるから、そうだな、じゃあ加藤義明さんについてもらいましょうか。あ、やっぱ水軍が強いのかな、加藤義明さんは。はい、よし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 、いいぞいいぞ。はい、朝廷より使いの者が来ております。あ、そうか、もう官位も買ってないな、しばらく。中部の醤油、金銭1万6000、あ、承諾しましょう。はい、ちょっと貝も欲しかったな。あーと不破水原さんがさすがにお亡くなりになったか。あ、石山ごぼうを守ってくれてた不破さんが。はい、当家の畠山義次が病を患ってる。マジか。さあ今回でね、四国を平定しました。長宗我部はね、もうこの島津の泥棒に取られちゃったけど、まあまあまあ、これだけの領地とあと証券が取れたから。さあ次はどうしましょうね。半分取ればクリアなんだよね。わ、まだまだ半分って遠いなまあ頑張っていきましょうか。はい、それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よしやチャンネル登録、高評価お願いします。ルベでした。さよなら。